高齢福祉課高齢福祉係の飯田です。運動は体や心を健康に保つために大切です。テレビの前でぜひ一緒にやってみてください。今日は家庭でできる椅子に座っての健康体操を9種類紹介したいと思います。最初に大切なポイントとしては呼吸を止めないことです。呼吸を止めると血圧が高くなり筋肉も硬くなり動きが悪くなります。息をハッハッ吐きながら吐くことを意識してください。次に体調が悪いときはやらないようにしましょう。体がウイルスや菌と戦っているときに体を動かすことはさらに追い打ちをかけることになります。最後に頻度としては1日に 1、2 回程度にしましょう。自分の体と相談しながら一気に行わず長く継続することが大切です。より楽しく体を動かしましょう。それでは実際に体操をやってみましょう。まずは背筋すっきり体操です。最初に両手を体の横に下げておきましょう。息を吸いながらゆっくり両手を頭の上で合わせます。息を吐きながらゆっくり両手を下ろしていきます。1、2、3、4、5、6、1、8、この動きを10回繰り返しましょう。次に膝とももの上げ下ろしの運動をしましょう。背もたれから背中を外し椅子の中心に座ります。背筋を伸ばして両手で椅子の端をしっかり掴んで体を固定してください。次に足の付け根から膝、ももを上げ下ろしします。片足ずつゆっくり2秒に1回のリズムで左右の足を交互に上げます。呼吸は上げ下ろしのリズムで上げるときに吸い下ろすときに吐くイメージで呼吸を止めないように注意してください。左右10回ずつで合計20回やってみましょう。次に肩甲骨体操を行います。最初に背筋をしっかり伸ばして両手を肩の上に置きます。その状態で前回しを10回行います。ゆっくり大きく円を描くように行ってください。10回行いましたら今度は後ろ回しを10回行います。なるべく大きく回すことがポイントとなります。次にお尻の筋肉を伸ばす運動をしましょう。椅子に深く座り片足をもう片足の上に乗せます。両手で乗せた片足をしっかり押さえます。背筋を伸ばしながら体を少し前傾させていきます。ゆっくり倒していきます。この状態を5秒間キープしましょう。1、2、3、4、5。ゆっくり体を起こしていきます。反対側の足も同じようにしていきます。背筋を伸ばして息を止めないようにしながらゆっくり体を倒していきます。1、2、3、4、
ゆっくり体を起こしてください。次に体幹をひねる運動をしましょう。最初に背筋をしっかり伸ばしてください。次に両手を頭の後ろで組みます。胸を張った状態で斜め上に左右に動かしていきます。続いて顎を下に向けた状態で左右斜め下に動かしていきます。しっかりお腹をひねるような動作を意識しながら行ってください。この運動を1セットとして5回行います。次につま先の曲げ伸ばしをしましょう。両足を伸ばします。つま先を前に倒したり戻したりを繰り返します。ポイントは膝を伸ばしたまま行うことが大切です。この運動を15回繰り返しましょう。次に座って行う背中の体操をしましょう。座ったら姿勢を正します。肘を伸ばして両手を組んでください。そのままの状態で肩甲骨を広げます。ポイントは両手をぐーっと前に伸ばしていく感じです。その状態で5秒間キープしてください。1、2、3、4、5、ゆっくり手を離して両肘を後ろに引いていきます。しっかり胸を張ってください。この状態でも5秒間キープします。1、2、3、4、5、この運動を5回繰り返してください。次に両足の曲げ伸ばしをしましょう。椅子に座り背もたれに寄りかかります。背筋はしっかり伸ばしてください。両手で椅子の端をつかみゆっくり両足を上げていきます。ゆっくり下ろします。2秒に1回のペースで10回行ってください。最後に腕振りの体操をしましょう。両手を軽く握ります。肘を90度に曲げて前後に大きく腕を振ります。肩に力が入らないようにリラックスしながら20回振りましょう。それでは通してやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。家庭でできる体操を紹介いたしました。この体操を1日に1セットから2セット、自分の体調に合わせて頑張ってみてください。